はい、どうも、ひこまんです。こちらは私の持っている DJI 製品。すべて買って使って満足してます。これすごいですね。そして今回新しい仲間が加わりました。DJI アクション2です。私は楽天の DJI ストアで購入しました。他のお店見ても定価販売なので、楽天で買う方がポイント還元率がいいと思います。いきなりこういうのもなんですけど、アクション2を購入するなら現在3万円ちょっとで販売されている OSMO アクションを購入する方がいいと思います。 OSMO アクションはね、録音レベルが低いのがなんですけど、ただこれは素晴らしい一品だと思います。フロントディスプレイがいいですね。あと真夏に使ってもそんなね、 4K とか使わなければ熱暴走はしません。かなり激熱になりますけどね、やけどするんじゃないかっていうぐらい熱くなります。ただこれはもう買って満足の一品です。 DJI アクション2なのにね、いきなり OSMO アクションを進めるっていうね、それぐらいね、これはとんがったね製品なんですよね。初めて購入するねアクションカムがね、これっていうのはちょっととんがりすぎてるかなと思います。とにかくね、バッテリーの買いが効かないんでね、それ問題ですよね。この辺の単体モジュールでバッテリーだけっていうのがあればねいいんですけど、まあそれでも高くなりそうですけどね。で、なんでいきなりそんなことを言いながら買ったかというと、単純に好奇心です。OSMO アクションではね、できなかったね、撮影がね、いろいろできるかもしれないです。アクションカムといってもね、この OSMO アクションでもね、十分でかいんですよね。ウェアラブルカメラとしては強引に使う感じです。胸にベルトつけてね、頭につけようと思っても、重くて首が痛くなると思います。これならね、ちょっとしたね、服につけて使えますからね。で、OSMO アクションになかった水平維持の機能、それに期待です。それならね、服につけてもね、水平に維持されるのでね、なんかちょっとしたところで使えそうです。ほんとね、これメインっていうのはないと思いますね。かっこいい映像はね、公式にたくさんあるので、私としては実際に日常で使ってどうなのよってところをレビューしたいと思います。なのでね、 4K は使えません。フル HD の 30p で使いたいと思います。多分それぐらいでいいと思うんですよね。 YouTube もね、みんなほとんどスマホで見ますしね、 4K の必要性はそんな感じないんですよね。私はパソコンで見ますけど、4K で見ることはないですね。よっぽどね、環境ビデオみたいなね、すごい景色とかね、そういうのは 4K で見たいかなと思いますけど。私が購入したのはちょっとお高めなデュアルスクリーンコンボですね。少し安いのだと、ここに液晶がないんです。セルでガッチリパッケージングされてます。なかなかね、ワクワクさせてくれる製品ですよね。いきなりこういうのを出してきたかという感じです。本当は OSMO アクションの正統進化版が欲しかったです。横から開ける感じですね。これは説明書です。おお、いきなり出てきました。この電化製品の匂いがいいんですよね。なるほど、これは面白い。あ、結構重いっすね。これ取っちゃいます。この辺もペロッと剥がしちゃいます。なんかね、ポーチみたいなのあったらよかったんですけどね、そういうのないですね。私は売ることはないんでね、どんどん傷だらけになってもいいです。こっちの下のが結構重いですね。これも取っちゃいます。なるほど、こうなってんのね。外見はこんな感じです。これ単体でも使えます。ただバッテリー容量はちっちゃいんでね、少ししか使えないです。当然ですが、 OSMO アクションよりちっちゃいです。こちらは防水で、水深10メートルまでなら大丈夫です。こっちは防水じゃないです。この辺が危険ですね。ただね、ここの部分ね、海水に濡れても大丈夫なんかなという不安があります。あんまり海の中でとか使いたくないですね。で、こっちはこんな感じです。ここに USB-C タイプのコネクタがあります。外部マイクはつけれませんね。またここにアダプターつけるんですかね。ここに爪があるので、ね、合体させるとここが食い込みます。ちょっと合体させてみます。おお、結構ね、思っていた以上に強力です。このね、爪がね、合わさっているので、外れることはなさそうです。
こんな感じね。なんか身がぎっしり詰まってる感じで、ちょっと重いです。オズマアクションと大して変わんないです。ちょっと測ってみます。これだと 119g です。で、オズマアクション。166g。結構ね、ケースとかつけてこの重さですからね。ほとんど変わんないです。この合体した状態だとそんなに軽くはないです。ただこれを外せば、おお、結構ガッチリくっついてます。これだけだと 56g で軽いです。なかなか使い分けが難しそうですね。説明書見てみます。ついに日本語なくなっちゃいましたね。まあ英語もないですけど、こっちの注意事項には日本語ありますけどね。この入門指南書には日本語はないです。といってもまあやることは簡単ですけど、 DJI のシールです。その他の付属品を見てみます。 USB-C タイプの充電コネクタ、あとよくあるこれですね。これをなくしてね、三脚穴に変えてほしいです。ずっとこだわりますね、これにね。それと、これはネックストラップですね。ここもね、磁石になっててひっつきます。これまたね、磁石のついてる充運台です。固定する、ね、ネジはないです。結構硬いんでこれなら動かないです。でこれはね、三脚穴がついてます。これはいいですね。でこっちのタイプは、こっちはこんな感じです。これをつけて使うんですね。あれ、粘着シートはどうすんだ？これ外れるの？わ、蓋がついてるんだ、これ。これ剥がした後そのままなのかなと思ったんですけど、ちゃんと蓋ついてます。ナイスです。剥がしちゃいましょう。ペロリン帳。これでね、もういろんなところにくっつけられるそうです。これ簡単にずれないですね。まあ、洗えばね、復活するみたいなんですけどね、使っていくうちにね、保持力が弱くならないか心配です。とりあえず蓋しときます。保持弱なのでこれくっつきます。これね、向きがあるんですよね。あ、ここもがっつりつながります。この角度にしてもね、ずれないんでね、いいっすね。こんな角度にしても剥がれないです。素晴らしい。この1個の状態にすればね、さらに外れにくいです。この重いのつけてもね、大丈夫だってことは、もうこの一つだったらもう全然大丈夫です。こんな感じにね、テーブルに置いてね、食事シーンを撮りたいです。これはもうかなりの最小システムです。これも合体させてみます。磁石だけだとね、心もとないですけど、このね、がっつり食い込む爪があるんでね、これでかなり安心です。ただこれなんですよね、これが爪がないんですよね。これでいいのかな。これはね、ちょっと衝撃が加わると落ちちゃいますね。ちょっと付け方は間違えてましたね。取れるんですね。このマークの部分をここに乗せます。ここでガッツリつきます。でこれをここにつけます。ここでかなり落ちないです。 SD カードはここですね。向きはどっちなんだ。向き書いてないですね。こっちかな。あ、こっちですね。こんな感じで入ります。ちょっくら電源を入れてみます。お、ブーってなった。お、来た。完全に中国語ですね。こっちにもついてる。さすがリアルディスプレイ。
というかね、この時点でもうちょっと暑くなってきました。そうなんですよね、これ熱の問題がすごそうなんですよね。 4K で私は撮るつもりはないんですけど、 4K にすると10分ぐらいで止まっちゃうそうです。すでに DJI Mio のアプリは入れてあります。キキ今捜索しています。え、見つからない。こうか。 OK です。日本語になりました。とりあえずこの自動録画停止温度を高い方にしときます。標準だとすぐ止まっちゃいますからね。フレームレートは私はこれで使っていきます。ホライズンステディ、こっちはロックステディ。だいぶ画角変わりますね。オフにするとすごいな。なんか顔が変わってますね。まあこの辺はね、使い分けていきましょう。おい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 、録音されてる。普通真っさらな状態にしとくと思うんですけどね、この辺が中国っぽいですよね。一体どこなんだろう。録画もしてないのに結構暑い。真夏大丈夫なんかなこれ。あ、一回押すと録画ですね。長押しで電源オフですね。ではちょっと外へ撮影しに行ってみます。では自転車車載テスト開始です。音声の入り具合はどんな感じでしょうか。まあまあ普通に喋ってます。音声の入り具合はどうでしょうか。普通に喋ってます。カメラに結構振動入ってます。続いて自撮りです。自撮りの音声はどんな感じでしょうか。これぐらいの喋りでね、普通に録音されてるといいんですけどね。そんな大きな声は出してないです。どうでしょう、どんな感じでしょうか。ですです、マイクのテスト中です。本日は晴天なり、本日は晴天なり。ちょっと風がありますね。風切り音も気になるところです。どんな感じでしょうかね。鳥のさえずり、自転車を漕ぐ音、どんな感じに入っておりますでしょうか。音の設定が気になったので再設定してもう一度やってみます。風ノイズ低減がオフです。そんでもってオーディオが前と後ろだけです。では行ってみましょう。現在普通に声出ます。これぐらいの喋り声でね、録音されるといいのですが、どうでしょう。現在普通に乗っています。そして普通に喋ってます。これぐらいの声の大きさで録音されているといいのですが、どうでしょう。声はちゃんと入ってますでしょうか。音が入ってるといいんですけどね。マイクテスト、マイクテスト、マイクテスト、マイクテスト。音声の具合はどうでしょうか。音声の具合はどうでしょうか。普通に喋ってます。大きくもなく小さくもなく喋ってます。これぐらいの声の、ね、大きさで入るととてもいいです。音声の具合はどうでしょうか。音声の入り具合はどうでしょうか。
音声の入り具合を見ています。音声の入り具合はデブレ補正はねロックステディです。どうでしょう、音声の入り具合はどうでしょう。車が来るとね多分声かき消されちゃうと思うんですよね。どうでしょう、音声の録音具合はどうでしょうか。音声の録音具合はどうでしょうか。ですです、マイクテスト、マイクテスト。音声の入り具合はどうでしょうか。本日は晴天なり、本日は晴天なり、本日は晴天なり。どうでしょう、テストです。本日は晴天なり、本日は晴天なり。音声の具合はどうでしょうか。本日は晴天なり。テストです、テストです。手ブレ補正オフだとこんな感じです。走る、手ブレ補正はロックステディです。おそらく普通に歩く分にはね、全然手ぶれしないと思います。自撮りです。自撮りで手ぶれ補正の具合を見ています。普通の歩行はこれぐらいにしときます。次はダッシュですね。どうでしょう、おそらく手ぶれはしてないと思います。そして DJ アクション2から備わった水平維持ですね、それが楽しみです。やってみます。ホライゾンステディいきます。すごいっすね、逆さにしても維持されてます。これはすごいです。この機能をねオズマアクションに欲しかった。ネックスラップにつけています。ここでねいい具合に取れればウェアラブルカメラとしては優秀です。では水平維持を信じてやってみます。ちょっとやっぱり厚手の生地だと磁石心配ですね。かといってねネックストラップだけだとブラブラしちゃいます。今もねカメラの下に手を置いていつ押してもいい状態にしてます。これぐらいの速度でちゃんと撮れてれば嬉しいなっていう感じです。ちょっと走ってみます。これが一番確認するのが楽しみです。アクション2の手ブレはロックステディです。マイクテスト、マイクテスト。光のブレのテストです。光のブレのテストです。
りのブレのテストです。マイクテスト、マイクテスト。光のブレのテストです。光のブレのテストです。光のブレのテストです。というわけで DJI アクション2一通り試してきました。自転車の車載とかはね、普通のオズマアクションでいいかと思うんですけど、水平維持がね、とてもいい感じに機能していたので、ウェアラブルカメラとしてとてもいいと思いました。そっちの方向でね、使っていきたいなと思ってます。というわけで DJI アクション2でした。